皆さんこんにちは。ちょっと遅れまして申し訳ありません。今司会からご紹介を賜りました。今回副大臣を拝命させていただくことになりました、中山康秀と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私自身の所掌はですね、北米局、それから中南米局、そして中東局、それから総合外交政策局、経済局、国際法局、領事局という形になります。しっかりと頑張って、可愛い子どもたちの時代のためにやっていきたいというふうに思っておりますので、記者の皆様からもご指導賜りたいというふうに思います。今後ともよろしくお願いいたします。それから冒頭、私の方からですね、明日明後日東京で女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム、いわゆる WOW 東京2014が開催されるということであります。このシンポジウムに関しましては、安倍総理ご夫妻をはじめ、ラガルド IMF 専務理事やシェリー・ブレア元英国首相夫人など名だたる世界的著名人が参加をされ、女性が活躍できる社会の実現につき議論をし発信をさせていただきたい、そのように考えてございます。本シンポジウムに合わせて今週からシャインウィークスというものを開催をします。国内外各地で女性関連イベントが115件開催されることになっておりまして、市民社会からも多大なご支援を得ているというふうに考えてございます。女性が輝く社会の実現に向けて官民一体となって取り組んでおりまして、本シンポジウムの成功を期していきたい、そのように考えております。私の方からは以上であります。それではご質問のある方、挙手の上マイクを使ってご質問を願います。ではご質問のある方どうぞ。あんちゃんどうぞ。 NHK の小島と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと所長の範疇ではないと思うんですけれども、昨日北朝鮮のソン・イルホ大使が共同通信のインタビューに答えて、報告の準備ができている等々の発言がありました、この発言に対する評価と、あと制裁の解除についてですね、求めるようなこう趣旨も言っておりますが、今後その制裁の解除はどういうものを判断してですね、行うということになるのかという見解をお願いします。はい、ありがとうございます。まずご指摘の報道の事実関係につきましては、何ら承知をしていないということであります。それから今後の進め方につきましては、北京の大使館ルートを通じましてやり取りを行っているところであります。それから今朝も類似の質問が官房長官宛に出されたというふうに承知をしておりますけれども、官房長官からもあったように、今言われている事実について政府としては何ら承知をしていないと、同時に北京の大使館ルートを通じて今やり取りを行っている状況であるという形で答弁をされておりまして、それと私からの答弁は変わらないということを申し上げておきたいというふうに思います。他にご質問のある方ありますか。ではどうぞマイクを使っていただけますか。手前にある、ごめんなさい。日本経済新聞の山口と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オバマ大統領がですね、先ほどイラクで続けている、空爆をシリアの方に拡大すると表明されました。午前中の官房長官会見で、日本政府としてもテロとの戦いは、支持するというふうな立場を表明されておりますけれども、一方で、その武力行使が拡大することへの泥沼化への懸念もあります。その辺に関して、外務副大臣としてどういうふうにお考えかお聞かせください。はい、ありがとうございます。まず9月10日米国東部時間でオバマ大統領が米国民に向けて演説を行ったと。その中で外交軍事人道支援といった今後の対 ISIL に関する幅広い米国の政策について説明があったということは承知しております。で、同時に日本政府としましても ISIL 等の武装勢力による攻撃を含め、これまであらゆる形態のテロリズムを断固として非難をしてきており、イラク政府や各国によるテロとの戦いも支持してきているということであります。今回の大統領の演説もこうしたテロとの戦いの一環として、国際社会と一層連携して ISIL に対抗しようとの姿勢を示すものと理解をしております。
日本政府としては今後も米国をはじめ各国と緊密に連携しつつ、今般の演説で言及のあった点も含めて可能な範囲の支援協力を行っていくというふうに考えております。で、同時に官房長官が答弁なさったことを受けて、米国の空爆支持というような一部報道があったというふうに聞き及んでおりますけれども、それに関してまず事実関係をですね、しっかりとオバマ大統領のご発言なさった中身をもうちょっと精査する必要があるのではないかと。空爆という具体的な言葉が大統領からあったというふうには私は聞いておりませんので、その点も改めなければならないと。同時に官房長官がおっしゃった部分は、いわゆる全般的に一般的に言うテロとの戦いをしっかりと日本として支持をしていくという点に言及されたものというふうに理解をしております。他にご質問ある方おりますか。松本さん、じゃあマイクを、すいません。時事通信の松本です。森元総理がロシアのプーチン大統領と会談なさいました。まずその会談の受け止めをお伺いしたいのと、あと森元総理からは安倍総理の親書がプーチン大統領に手渡されましたが、親書にはその大統領の訪日要請等ですね、そういうことが含まれているのかどうか、あとはその大統領の訪日時期の現状の調整状況はどうなっているかお聞かせください。はい、ありがとうございます。まず毎日新聞主催の日本ロシアフォーラムに参加をされるためモスクワを訪問しておられる森元総理がですね、現地時間10日23時過ぎに、日本時間11日午前4時過ぎからプーチン大統領と会談を行ったものと聞き及んでおります。で、本件会談は森元総理とプーチン大統領との古い友人関係に基づいて行われたものでございますけれども、会談の中でプーチン大統領は森元総理に対し、日本との対話は続けていくし、続けなければならない旨を述べたというふうに報告を受けております。いずれにしましても、政府としては日ロ関係を今後とも我が国の国益に資するよう進めていく考えであります。それからもう一つ、親書を含めてその訪日日程についてご質問いただきましたけれども、まず大前提として親書の内容を明らかにすることは差し控えさせていただきたいというふうに思います。それから森元総理からプーチン大統領に対しては、絶え間なく対話を続けることが必要であるという旨述べられたと承知しております。なおプーチン大統領訪日の日程については何ら決まっておらず、種々の要素を総合的に考慮して検討していくということであります。他にご質問のある方おりますか。よろしいでしょうか。ないようでしたらこれで会見終了します。ありがとうございました。どうもありがとうございました。第1回目ということで、いささか緊張しておりましたが、それを分かっていただいてありがとうございます。感謝申し上げます。今後とも一つ長いお付き合い賜りますようによろしくお願いします。以上で終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。